さあ、前回の動画でご紹介をしましたこの5人の要注意人物ですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。本当はねもっとたくさんいるんですけど、やっぱりね動画の時間の都合上各球団1人ずつぐらいの方が収まりがいいかなと思ってこの5人をねご紹介をしました。まあでもいずれにせよですね、この5球団と2022年、今年もですね熾烈な戦いを強いられると思うので、しっかりとですねオリックス連覇に向けてですね準備をねしていただきたいなというふうには思ってます。2月からはですね12球団総出でキャンプが始まりますけれどもね、この写真は2019年のキャンプの写真ですけれども、まあほとんどの球団がね沖縄県もしくは宮崎でキャンプがね実施されると思うんですが、キャンプが始まってオープン戦が始まってシーズンが始まるという流れですが、まあねオープン戦がまだ始まってはいないんですが、オープン戦のね成績っていうのもねあんまりこう参考にならなかったりすると思うので、オープン戦の成績とシーズンの成績っていうのがあんまりこう比例しなかったりしますよね。ただもうねキャンプが始まるということであれば、おそらく12球団パリーグに限定していくと6球団の戦力っていうのはある程度整理されていると思うので、今回のテーマはですね改めて今年の戦力補強から見たオリックスの順位を予想していきます。さあ我らのオリックスバファローズは今年連覇できるのかできないのであれば何位なのか、 A クラスなのか B クラスなのか、今皆さんはどう考えていますか。僕がこれから予想する順位を見てですね皆さんのお考えと比較をしてもらえたらなと思っていますので、ぜひとも最後までご覧ください。よろしくお願いします。まずは順位予想の前にパリーグの6球団のオフの補強を整理していきます。まずは俺たちが大好きなオリックスからですね。2021年のドラフトでは大学生を中心に指名をしました。合計7名の選手を指名しましたが、ドラフト5位で指名をされた大阪桐蔭の池田龍馬選手以外は大学生もしくは社会人と即戦力と言われている選手を指名されました。とはいえがっつり即戦力1軍での、戦力のこう計算をされているのは、僕はねドラフト6位の横山投手と7位の小木田投手ぐらいかなと思ってます。この2人に関しても1年間はですねそんなにこう戦力にならなくてもいいと思ったりしてるんですね。ドラ1のムクノキ投手に関しては前でやるのか後ろでやるのか、おそらく後ろだとは思うんですけれども、勝ちパターンで何回を投げるのかとかですね、そのあたりも見極めの必要があると思うので、まあそんなにね今年1年間すぐどうですかっていうのはちょっと考えていないんじゃないかなというふうに思ってますね。2位の野口選手、3位の福永選手、4位の渡辺春人選手も同様に、課題をね克服するような1年を過ごしてもらえたらなと個人的には思っているので、それでね運良くというか育成がねどんどん拍子でこう進んでいって1軍でこう活躍するなんていうケースもね全然こっちとしては望ましいんですけども、そんなにこう急ぐ必要はないかなというふうに思ってますね。助っ人外国人に関してもですね、内野手外野手ユーティリティのパレイラーであったりとか、左ピッチャーのビドーであったりとか、先発候補のワゲスパークであったりとか、昨年の途中から鍵をしましたバルガス、そしてラベロもいますからね。助っ人外国人今の状況だと5枚でやっていくのかなというふうには思っております。続いて2位のロッテでございます。ロッテはですねドラフトでは即戦力の選手は2位の池田選手、3位の広畑投手、5位の八木投手になるんですかね。2位の池田選手もそんなにいきなりとは考えていないと思うので、特にこの3位と5位即戦力投手2枚は1軍として計算しているのかなと思いますね。助っ人外国人に関してもレアード、エチェバリア、ロメロあたりですね、残留が一番の補強だというふうに言われておりますし、新しく加入した選手でいうとタイロン・ゲレーロが加入をしたということで、中継ぎねリリーフとして考えられているのかなと思うんですけども、このあたりになりますよね。ロッテで一番大きいのはね、なんてたって広瀬あ間違えましたマーティン選手が在籍しているというところが大きいと思うので、このマーティン選手がですね今年もオリックスの難敵になるのかどうかっていうところが僕は注目をしていきたいなと思ってますね。続いてなんてたってソフトバンクですけれども、ホークスはですねドラフトではこちらの選手を示しましたよね。即戦力として考えているのは2位の正木って4位の野村選手、5位の大竹投手のこの3枚になるんですかね。聞いてる感じ正木選手も1軍でこうキャンプインするみたいな感じだったので、即戦力としては考えているのかなというふうに思うんですけれども、支配下だけではなくてホークスに関してはね育成の指名もすごく多かった
ったので、そこから支配下で一軍の戦力でみたいなこともね十分考えられるので、それだけではなくてですね、モイネロ、デスパイネ、ラシアル、この3人ですね、キューバ勢も残留をしましたし、助っ人外国人の育成選手とかもいたりするんですけど、まあ一軍の今年のですねシーズンで試合が出てきそうだなと思うのは、まあスチュワートもそうですけれども、チャットウッド投手も加入しましたし、ガルビス、そしてレイン投手もいますからね、だいたい今この4枚かなと。ここに加えてキューバ勢のこの7枚ですよね。非常に外国人多いので羨ましいですけども。まあそれだけではなくて、FA でね、加入した又吉投手もいますから、このあたりがですね、ホークスの今年の、まあオフの動きとしてはありますよね。続いては、ドラフトで100点満点と高い評価を受けたこの西武ですけれども、まあなんてったって、世代ナンバーワンの左ピッチャーの隅田投手をね、重複でくじ当てたりとか、佐藤俊介投手もドラフト2位で、ここも大学生ナンバーワンと呼び声が高かった。今年もね指名できましたし、古賀選手、中山誠吾選手、このあたりは大学生として、まあ、一軍でこう出る可能性っていうのは非常に高いのかなというふうに思ってますね。はい、特にライオンズね、野手の育成っていうのがすごく強みの部分だとは思うので、まあ、中山選手もねおそらく、まあ、素材型というかじっくり課題を克服してほしいみたいな一年を過ごすのかなとは思うんですけれども、まあ隅田投手であったりとか佐藤投手、このあたりはですね一軍で出番が多いんじゃないかなというふうに思ってますね。そこに加えてですね、助っ人外国人で言うと、まあ第1弾でもね、ご紹介をしましたけれども、オグレイディであったりとか、先発候補のバーチ・スミスであったりとか、エンス投手ですね。そしてブラジル人のボー・タカハシを獲得しました。野手で言うと、なんか二刀流ができるウィティ選手を獲得したということで、まあこの5枚でね、シーズンを戦っていくんだろうなということですね。続いて、ロゴとユニフォームが新しくなりました、日本ハムですけれども、ドラフトではですね、タツ投手を1位で指名をして、即戦力で言うと、まあ、6位の長谷川投手、8位の北山選手、9位の上川畑選手、このあたりになるのかなと。水野選手はね高卒社会人なので、まあ、いきなり野手ということもありますから、こう即戦力というふうには考えていないのかなというふうに思うんですけども、まあ、このあたりあるとすればかなというふうに思ってますね。で、助っ人外国人に関しても、まあ、ロドリゲスであったりとかワンボーロンは残留をしましたし、投手で言うとポンセであったりとか、先発候補のガント選手ですね。それだけではなく、内野手ではヌニエス選手であったりとか、アルカンタール選手も獲得をしているというわけですから、外国人の補強にかなりこう力を入れているなという印象がありますよね。その代わりと言っては何なんですが、逆にね、生え抜きスターの西川選手であったりとか、トレード獲得して日ハムの顔になっていた太田大志選手であったりとか、秋吉投手をですね、まあノンテンダー、まあ言うと自由契約にしたということで、オフもね、かなりこう、賑わかしてくれたというか、騒がしかったですけれども、このあたりが逆にね、ジャムの戦力ダウンというふうには言えるかなと思いますよね。あとは、まあ、自由契約者でジャイアンツの古川投手をね、獲得をしたということですから、このあたり、まあ、一軍で出てくる可能性もなくもないのかなというふうには思ってますね。そして最後に、今年はライバルは楽天なのかなと思っているんですけれども、まあ、ドラフトでは吉野選手をドラ1で指名をして、で、まあ、即戦力で言うとですね、まあ、6位の西垣投手、そして5位の松井投手も考えられますね。7位の吉川和樹投手も、まあ、社会人ということで、まあ、計算をしやすいのかなと。まあ、即戦力投手がね、楽天は結構示する傾向が強そうだなっていうイメージがあるので、まあ、あるとすればこの3枚かなと思いますね。まあ、でもこれ見ても、やっぱり対勝利投手とか、前田銀次選手、安田優馬選手、吉野選手、まあね、ちょっとね、上4枚はめちゃくちゃ僕は羨ましいですね。特に T 打ってる感じだと、安田選手というかめちゃくちゃ羨ましいなと思ったりはしているので、このあたりがね、まあ実際ね、やっぱ素材型というか課題を克服する一年になるかなとは思うので、まあ即戦力というか一軍で出番がありそうなのはこの下3枚かなと思いますね。新しく加入する選手に関しては、まあホークスにね自由契約になりました鎌本選手であったりとか、まあマルモ・ホレス選手、これも紹介をしましたけれども、でオリックスも獲得の噂がありましたギテンス選手もですね獲得をしました。そこに加えて残留組で言うとソン・チャーホー投手とブセニッツ投手ですね。さらに日ハムでノンテンダーになりました西川春樹選手、そしてソフトバンクで自由契約になりました川島慶三選手も獲得をしたと、かなりこう6球団の中でも活発的に動いた感じですよね。まあそこに加えてね、前回の動画でご紹介をしましたけれども、楽天の要注意人物の選手も含めると、かなりね楽天がオリックスの連覇に向けて
キーになってくるんじゃないかなと思ってます。以上6球団の補強を整理した上でオリックスの2022年の順位を予想させていただきました、まあ、非常にね予想するには早い段階ではあるんですが、2022年順位の予想はこちらの通りでございます。まあ文句なしオリックス1位じゃないですか。これはどうですか皆さん。いろいろありますけど、なんつったって昨年ねオリックスが優勝したんですよ。優勝したその年はねもうドヤ顔で1位って公言してもいいんじゃないかなと思って、1位はオリックスバファローズだと僕は思ってます。サムネにもある通り、なんとなくですけれども補強に関して言うとパリーグではオリックスと楽天が結構ロックダウンの影響を受けたのかなと思ってるんですね。ただ西川遥輝選手であったりとかギッテンズであったりとか川島慶三選手の獲得、あの辺を見ていくとやっぱり要注意人物のねことも考えて楽天が2位ぐらいに来てもおかしくないかなとは思ってます。一方補強がうまくいったというか金に物を言わせたというか、あんまりこう予算の制限がなかったソフトバンクは着々と残留もねキューバ勢ができてますし、ガルビスであったりとかオリックスのバレーラーの、まあ、一段上の選手をね、獲得したりとかもありましたから、まあ、なんつったってもホークスは A クラスは間違いないんじゃないかなとは思ってるんですね。ロッテに関してもですね、ソフトバンク楽天とかなり迷ったんですが、まあ、残留がね、一番の補強だっていうふうに言われてますけれども、まあ、ロックダウンの影響を受けたオリックス楽天、そして予算に制限もなく獲得をできたホークス、ロッテに関しては、もともと優秀な人材がいたっていう感じですよね。なので、そこまでロックダウンの影響も受けていないのかなというふうには思います。西武日ハムに関してはもともと B クラスだったので、 A クラスのねオリックス楽天ロッテに比べると早い段階で動けたのかなっていう感じだったので、この2球団はねかなり補強に関しては、助っ人外国人の補強に関してはうまくいったんじゃないかなと思ってます。オグレイディなんてかなり羨ましいですし、日ハムに関しては生え抜きの自由契約の分も助っ人外国人に当ててますからね、そのあたりですねかなりこう、まあ、うまくいったんじゃないかなっていうイメージも込めてこちらの順位にはなってます。まあ、4位のロッテに関してもマーティンがねかなりこう疲労過多というか、2021年シーズンの疲労がちょっと影響しそうだなっていう風に思っているのと、まあ、西武日ハムに関しては昨年の戦い方とか戦力を見ていくとちょっと B クラスのこの位置なのかなという風に思っているので、このあたりですねオリックスのね良きライバルというか連覇に向けてどう邪魔してくるのかなっていうのは非常にこう注目をしていきたいなと思ってますね。またですね、現状延長12回制が2022年シーズンは採用されるということでした。まあ、コロナの影響がどうね今後出るかわからないですけれども、あくまで今の時点では12回までやるよということですが、このあたりですねオリックスに有利に働くのか不利に働くのかみたいな話がなってますよね。まあ、間違いなくオリックスに関しては昨年ね9回で延長なしっていうところが優勝にはかなり影響したのはまず間違いないんですよね。まあクローザーもそこまで決まっていなかったですし、こう核というか新世代の中継ぎの核みたいな選手もまだ出てきてなかったので、そのあたり含めると中継ぎに少しね不安定というか不安要素があって、オリックスに関しては昨年の9回打ち切りっていうのは非常に功を奏したのかなとは思うんですが、じゃあ2022年のこの12回制はどうなるのか、どう影響するのかっていうところで言うと、あんまり僕は関係ないんじゃないかなというふうに思ってるんですね。まあ漆原投手であったりとか K 鈴木投手であったりとか、なんていうんですかね、 B パターンっていうんですか、勝ちパターンには入らないけれどもビハインドであったりとか負けてる試合で投げれる投手っていうのは質に関してはすごく僕はいいんじゃないかなと思ってるんですね。セットアッパーとかクローザーになるとなかなかちょっとね人材が確保しづらいっていうところはあると思うんですけど、まあ全体に見るとですね、そんなにパリーグの中でも割と違法なんじゃないかなっていうふうに思うのと、まあ12回の影響はねオリックスだけじゃないですから、他の5球団も影響をもろにね同じように受けるので、あんまり僕はさほど影響はないんじゃないかなというふうに思ってますね。まとめると最も警戒すべきチームは僕は楽天だと思っているので、この楽天とどううまく戦っていけるのかっていうところがすごく鍵にはなってくるかなと思ってますね。なので戦力の補強、他の5球団とも合わせてですね考えると順位の予想はこんな感じで落ち着きました。いかがでしょうか。今日の内容は戦力補強を整理した上でパリーグの順位を予想してみたという動画でございました。オリックスはですねドヤ顔で今年も1位なんだろうなというふうに予想をしましたけれども、皆さんは我らがオリックスはどの順位で落ち着きそうなのか、他球団はどの順位で収まるのか、今のところどう考えてますか。僕と考えが一緒の方、ドンピシャだっていう方もね、1位から6位まで全く一緒ですっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、一つも当てはまらない
ていう方もねいらっしゃると思うので、ぜひともねいつものようにコメント欄の方に皆さんの考えをね教えてもらえたらなというふうには思ってます。そしてオリックスを語るチャンネルではインスタグラム、ツイッター2つの SNS を更新しております。ぜひともねどちらかやっているよという方がいらっしゃいましたらフォローの方をお待ちしております。それではですね、本日の動画は以上とさせていただきます。チャンネル登録お待ちしております。